体を張るフルーツ研究家、中野瑞希です。アシスタントの宮内香里です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、宮内さんと話したいテーマがあるんですよ。はい、何でしょう？大衆です。大衆ね。大衆。宮内さんって、その大衆って、はい、気になる方ですか？例えば、異性の大衆？すっごい気になるんですよ。例えば、どんな大衆気になります？やっぱ脇がの匂いは気になるのと、はい、獣臭も気になりますね。加齢臭はどうですか？加齢臭はやっぱり男の人のは気になりますね。あ、でも女性だから女の人の加齢臭もやっぱあるじゃないですか、はい、そんなには気にならないんだけど、男の人の加齢臭は自分の旦那ですら僕はやっぱり男性なので、もちろん男性の加齢臭ももちろん気になるけど、はい、女性の加齢臭もまあそれと同じぐらい気になりますね、うんうん、それは多分性差があると思うんですよね、はい、で今日はね、だから体臭について話をしたいんですよ。いやー、それ気になるテーマですね。今日は紹介する研究っていうのは2017年に発表された、まあはい、オーストラリアのマッコリ大学の研究なんです、うん、でエビデンスレベルは3なんですね、はい、これはそのタバコを吸っていない43人の男性。この男性っていうのは18歳から30歳です。はい。比較的若い男性ですね。若い男性の、その、まあ、脇の匂いを調べたんですよ。女性に嗅いでもらったわけですね。で、その43人の男性に、まずアンケートを取ったんですよ。食生活のアンケート。うん。で、その後、その皮膚の色、皮膚の色素を、まあ、機械で測定したんですね。はい。まあ、これはカロテノイドです。で、なんでかっていうと、カロテノイドが、その、うん、どれだけ、まあ、その、野菜とかフルーツを取ってるかの、まあ、一つの指標にあるから。はい。だから、皮膚がちょっとオレンジっぽかったら、あら、黄色っぽかったら、この人、野菜とかフルーツたくさん取ってるやん。だから、アンケート以外にも一応、このチェックできる、まあ、測定として、皮膚の、色素も測定したんですよ。うん。ちなみに、これ真ん中、僕の手ですよ。右の。僕みかんいっぱい食べるんで、もうオレンジ。先生の手は巻き木だもん。そうですね。で、その後、暑い日ね、暑い日に24時間、うん、まあ、T シャツを着っぱなしにしてもらって、はい。で、さらにランニングをしっかりして、汗をかいてもらったんですよ。じゃあ、脇汗相当なことになりますよね。はい。で、この匂い、だこの脇の部分を切り取って、で、それを、まあ、43人分。43人分ですよ。43人分、10人の女性に、まあ、嗅ぎ分けてもらったんです。うん、このすごい研究だと思いません？嗅ぐの嫌だ。いや、でも、科学の発展のためには大事な研究なんですよ。こういうことって、はい、うん。で、10人の犠牲になった女性のおかげで、分かったことがあるんです。はい。で、まずは女性が嫌いな、まあ、脇汗の匂いと、うん、でどんなのを食べてる男性、食生活をしてる男性が、まあ、嫌われてるのか、嫌な匂いをしてはったのか、なんかこれちゃうかってイメージされもあります。宮内さん、肉。その通り。第2位は お肉や魚の、まあ、摂取量が多い男性でした。魚もなんだ。そうですね。で、それで、うん、女性の方は公表されたんですよ。お肉とか魚がだん、ね、多い男性のこの脇の匂いはきつくて嫌な匂い、近寄りたくない。公表されたそうです。私も経験あります。あ、そうなんですね。無理でした、近づくの。近づくの無理っていうか、自分が糖質制限をしてた時に、うん、親に獣臭がするって言われました。うん、私一人糖質制限して肉しか食べなかったんですよ。なるほど。その時に言われて、自分では感じないんだけど、周りの人からはそんな匂いがするんだと思って。まあ、自分の体臭って麻痺してますからね、鼻がね。うん、そう。感じにくいですよね。多分そんな感じ、そんな匂いだろうな。なるほど。今は食べてませんよ。このお肉とか魚が第2位なんですよ。はい。はい、第1位じゃないって意外やと思いません？結構意外。え、っていうことは1位は何だろう？何でしょうか？
外食かな、外食というかスナック菓子とか食べてる人。うんうん、じゃあ行きましょう。第1位、第1位は炭水化物が多い男性でした、だから、まあ、穀物、穀類とか、あとパスタとか、まあ、ケーキとかのスイーツですよね、こういうのが好きな男性が公表されたんですよ、女性に。つるんと鼻に。だから肉、魚の匂いよりもこちらの方が嫌だったそうです。なんか意外ですよね。なんかスイーツとかさ、なんか匂いしなさそうとか思うけど、スイーツの男性、臭かったそうですよ。うん、1位が肉食の人かと思いました。普通そう思いますよね。これが僕ね、うん、一番意外だなと思ったんですよ。意外。じゃあ逆にその女性に好まれた匂いですよね。うん、秋汗の匂い、うん、第2位は食物性タンパク質の多い男性、うん、だから豆類とかナッツとかですね。で第1位なんやと思います。先生が言うくらいだからフルーツいっぱい食べてる人とか。まあ大体想像できますよね。第1位はフルーツとか野菜の摂取量が多い男性、いわゆる草食系男子ですよね、うんうんうん、で中にはこの43人の、ね、中にはこのような甘いフルーティーな香りをしていた男性もいたそうです、はい、まあ体質もあるからね、人によって違うんでしょうけど、中にはこういう人もいたですって、うん、ただし魚の摂取量も多い男性、いくらフルーツが下に取ってても、うん、魚の摂取量も多ければ、うん、魅力的な匂いはしなかったそうです。あ、でも臭くはなかったっていうことなの。臭くはないけど、そのいい匂いというのはなくなってしまった、うんうん、だからプラスマイナスゼロになったってことですね。だからそのフルーツがさえ少なくてお肉魚たくさん食べてる方っていうのはどっちかというとちょっときつい匂い、嫌な匂いしてるけど、フルーツ野菜しっかり食べてて魚食べ、魚も好きな男性っていうのはその、まあ、プラマイゼロになったってことですね。なんだっけ、カボスを食べてるタイとかありますよね。あります。柚子とかレモンとかもあるし、美味しいんですよね、身が、うん、ブリとかね、いろんな魚で、うん、養殖の魚でいっぱいやってますよ、タイとかね、うんうん、魚ですらさ柑橘がね、餌で与えられたら匂いが生臭さがなくなるんやから。まあ肌の香りがしないにしてもプラマイゼロぐらい食べた方が良さそう。そうなんや。なんかお肉魚とかを好きやったら、好きな方はなおさらフルーツやさ、うん、しっかり食べるべきでしょ、うん、結構先生からいい匂いがするってことですね。中野先生、匂いしてますとか、男の子に言われた、女の子に言われたし、男の子に言われたわ。それは5年生とか6年生の頃に。だから要するに、まあ、女性にモテたいって思ってる男性がたくさんいるじゃないですか。匂いが無理やったら、もう生理的に無理じゃないですか。無理です。ですよね。はい、やっぱり、その、もっとフルーツ野菜しっかり食べて、ね、うん、女性にモテやすい匂い作り、体臭作りで大事だと僕は思うんですよね。大事だと思います。だからモテたいんだったら、まあ、フルーツ、まあ、野菜も含めてね、フルーツ野菜をしっかり取るべきっていうのは私の結論ですね。ところで先生、近々なんかまた面白いセミナーがあるって聞いたんですけど。そうなんですよ。はい。11月27日、残留農薬の真実っていうテーマで話をします。ご興味ある方は、概要欄とコメント欄をぜひチェックしてみてください。それと、チャンネル登録もお願いします。